はいどうもドラキでーす。今日は DeNA と試合があったんですけどね、延長10回、ソト選手のサヨナラホームランを打たれて浜松投手がね敗れちゃいました。まあ仕方ない。で一平ちゃん7回ね95球2安打無失点完璧やった。一平ちゃんで一平ちゃんに本当に申し訳ないと思ってね、この無援護病っていうかな、タイガースのね本当に申し訳ないなって思ってね、今日はちょっと企画を考えてきましたんで、ね、やります。あの一平ちゃんあるでしょ、一平ちゃん一気食い企画、1分以内に食べきれるかどうかってやつやりたいと思います。本当にマジでこれで許してください。一平ちゃん阪神の無援護、次は多分打ってくれると思うんでね、これで許してください。本当にごめんなさい、マジで申し訳ない、本当に申し訳ない。でもアルカンタラ投手で湯浅投手もね本当にいいピッチングしてくれてね、よかったです。本当に浜松投手もね、まあ追い込んでただけにね、ちょっとボール球で行ってもよかったかなって思ったりもするけども、後のな祭りなんで浜松投手もいつもね活躍してますくれてますしね、まあ、仕方ないかなと思います。打線よな、マジで今日7安打かな、打って無得点。ほんま打線よね。多分 DeNA で打ってたんちゃうかな、ちょっとそこら辺は後で確認しますね。多分 DeNA で打ってんねんな、ほんとね。あと1本っていうところでね、チャンスもね作ったりもしたけどっていうところでね、打てずに。でもう僕がもう進言します、中野選手。まあ最近ファンの方からもねいろいろ言われてるけど、中野選手ねマジチャンスとか出塁率が悪すぎる、ファーボールも全然選んでないというね。中野選手ちょっとマジでな、一番ちょっと向いてないかもしれない、拍手けど。高山選手最近ちょっと状態上げてきててね、ダイヤで2安打今日もヒット打ってね、この間の巨人戦もヒット打ってるんでね、ダイヤで2試合連続ヒットかな、合ってる。まあここのとこずっと打ってるじゃないですか、高山選手ね。1番打ったこともある経験のあるね高山選手がね1番に入ったらね、だんだんこれちょっと面白いんちゃうかなって僕も思ってきてね、秋打ちでも有名やけど、出塁率やったら絶対高山選手の方がいいと思う、中野選手より。まあ糸井選手が調子良かったり、イロハスが調子良かったり、マルハスも調子良かったりね、あとはまあ近本が不動、近本ちゃんが不動ってこともあるから、なかなか外野に入って割るっていうのは難しいかもしれんけど、まあね ここでね一発ね、もう新しい風というかね、それに吹き込んでほしいなっていうふうに僕も思うんですよね。でね、新しい風を吹き込んでほしいなというふうに思います。で今からねちょっと1分早食いやりますけど、一平ちゃんね、ちょっとほんまに見苦しい動画になるというか、ちょっと汚い動画になると思うんで、皆さんぜひね音を消してね言っていただけたらな、嬉しいです本当に。はい、それではいただきます。45秒になったら行くで、いただきます。うわ、水出しすぎた、絶対さっき言ったから。苦しい。水なかったらやっぱきついですね。だいぶ残っちゃった。でもね、体張ったんで許してください。あの一平ちゃん、体張ったんで許してください。阪神ファン代表として体張ったんで許してください。でタイガースがね、借金15かな今日で今シーズン最低のね借金背負ってしまいました。で2連勝の後に3連敗、まあ何やってんねんお前、ほんまタイガース借金 15? 何やってんねんお前。ただ僕ね計画があるんですよ。まあ結構難しい答えで結構買っていかなあかんけど、僕の計画、トラキチ監督の計画でいきますね。交流戦までに借金解消して、とりあえず。交流戦までに。もう、貯金もなしでいい、全然。借金返してくれたらそれでいい。だから、交流戦までになんとか借金解消を終えて、で、交流戦でセリーグ1位。もちろん、まあ、交流戦優勝してくれたら嬉しいねんけど、セリーグ1位のね、勝率を誇って。んで、
で、そっからね、夏場に向けて、じわじわりじわじわりじわりって上げていって状態を。で、夏以降にドーンって突き抜けるっていうね、これ完璧。うん。あと、未だにね、本拠地でね、本拠地じゃない、ビジターで勝ててないっていうね、この現状もしっかり受け止めてね、タイガースにはあの、ロード、他の球団と違うロードがあるんで、夏のロードとかね、まあ、京セラが使ったりもするけど、まああの、夏のロードってのがあるんでね、タイガースにとってビジター球団とは、ビジター球場か、ビジター球場とはお友達にならなきゃん球場だと思うんで、あの、しっかりとね、戦っていってほしいなっていうふうに思います。明日こそね、勝ってほしい。明日はね、斉藤幸也投手。もう今年中継ぎで開幕から打たれたりとかしてるけど、まあ、持ってるボールっていうものはめちゃめちゃいいボールを掘ってるからね。あとは制球力であったりとか、集中打浴びたりとかせえへんかったらね。まあ、先発ででもやっていけるようなピッチャーと思ってるんで、なんとかね、明日、斉藤幸也投手、汚名返上というか、タイガースさん今年ね、ほんまあかんねんけどね、斉藤幸也投手に、斉藤か。っていうね、斉藤投手が出てきた場面ね、結構そういう声を聞いたりもするんでね、やっぱりしっかりとね、タイガースファンにもね、いいとこを見せてあげるというか、しっかりね、本来のものを発揮していただきたいなっていうふうに思います。持ってる球の勢いはすごいんでね、明日は絶対勝ちましょう。はい、三立てはだけはね、避けましょう、本当にね。ということで今日の動画はね、以上で終わりと思います。一平ちゃん食べきれんかったけど、これね、しっかりこの後ね、食べたいと思います。一平ちゃんこれで許して、本当に。